面白いね。リスナーはどんな紅茶を飲む？大丈夫、まだリスナーいないわ。ヒーローアカデミア見てるかな？大丈夫ジェント、リスナーまだいないわ。まだ誰もいない。お、もう誰か見てるよ。私よ。あ、あなたね。私よ、それは私よ。お、誰かヤッホーと書いてくれた。誰かな？狂気、書かない方がいい。短い。リスナー諸君、私がジェントルクリミナルだ。ラブよ。知ってるかな、私のこの偉大なる犯罪行為をね。詳しくは19巻に載ってるので、ぜひみんな。あ、面白いね。めっちゃ普通に見じゃない。次に出すリスナーだけでなく社会全体に警鐘を鳴らすことになる。ここで待っていただきたいって書いてあるよ。そうね、今日ジェントル何するんでしたっけ。今日はね、みんなにお知らせがあるんだよ。こう、何なの？それはどういう感じでやっていくの？我々カレスコ商店街はついに転機を迎えることになったのだよ。転機？転機。お天気？違う、晴れとかそういうのじゃなくて。我々カレスコ商店街は、うん、コスプレのチャンネルとして変わっていこうと。暑いから飲み物を入れてくるよ。あ、ジェントルは私も欲しいわ。飲み物が欲しくてね。ひどいわ。リスナー諸君、私がジェントルクリミナルさ。暑くてもうお水を飲みよう。飲みようとね。噛んだ。お酒じゃない。お水を飲みようとね。飲みようと。お水で乾杯。本当は紅茶が良かったけど、春はつくしを食べるぐらい貧乏だからね。今日夏よ、ジェントル。夏よ。これに座ればいいのかな。あ、ごめんなさいね。ごめんなさいね。ひどい。これにこう、あ、なんか倒したわよ、ジェントル。コメントを書いていただけると。髪の毛が乱れ髪だわ、ジェントル。ラブラバ君の能力を使ってもらったぐらいの髪の乱れ方を。もうジェントル、愛が足りなかったわ。君の愛が足りないなど誰が証明できよう。扇風機の充電も足りないようだよ。エンバルネルさん、何のコスプレ？何のコスプレ？僕のヒーローアカデミアに出てくるジェントルクリミナルと。ラブラブよ。そして汗がダラダラだよ。暑いからね。まあ、どんなキャラかというこれですな。そう、このキャラよ。ほら、見てやってください。あ、私の顔がなくなった。はい、ひどい。このジェントルクリミナルとラブラブでどんな企画をやる、面白いかとかね。そう、そういう話をしようと思ったのよ、ジェントル。うん、この襟とヒゲに誇りがあるものでね。魂とはヒゲ。襟とヒゲと魂に。魂とヒゲになんかかけてみたらだっけ。そう、これで確かめてみたらいいよ。このキャラクターですね。かわいいよね。これです。今日は、うん、まあ普通に喋っていくんですけど、あ、はい、今日は僕のヒーローアカデミアがついに最終回を迎えました。わー、おめでとうございます。もう本誌の方で最終回を終わりまして、うん、ジェントルクリミナルの素晴らしい活躍もあり、ほう、無事に最終回で、なるほどね、みんなどんなヒーローが好きかななんていう話をしながら、うん、ジェントルクリミナルとラブラバというね、このYouTuber、どんな企画をさせたら面白いかなというね、話をね、犯罪行為はいけないというね。なんかいつもはさ、今までは徘徊だ、うん、だからなんか勝手がつかめないね。本当になんか歩いてる時は歩いていきましょう、どこ行こうとかがあるからね。そうこの何にもないと何みたいな、間がね。そう、なんか見えるものの景色変わるわけでも何でもない。良くなったのは安定した電波が。そうあのくるくる定期がなくなった、ね、くるくる定期がなくなったかもしれない。なんか今まで酒飲みばっかの企画だったから、なんか歩いて酒飲んでなくなったからさ、勝手がさ、なんか本当にあの掴めないね。何したらいいのかなっていうのはね、あの手持ち無沙汰にはなるね。酒を飲みたいってことかな、あのまだ早いのに。こんな、あ、一人にされちゃったわ。じゃあ私ラブラバの絵描き歌でも作るか。ラブラバ絵描き歌、ラブラバラブラバ
あ、なんかホワイトボードいっぱいマーカーついてる。さあ、そういうわけで私はここでティーブレイク、ね、ティーブレイクティーブレイクをするのでね、暑いのにティーブレイク、そっちでお絵かきしていただけるとラブラバを描く。なんかお題とかをもらったら、お題、そういうのお題はじゃあのメンソレータムのあの真ん中にいる女の子を今かけと、をかけと、何にも見ないで。え、難しくね、あのナイチンゲールみたいな格好ですよ。そうだと思うんだけど、なんかえどんな服着てたっけ。え、絶対くるくるの髪の毛だった気がするんだよね。ええ、こんなおばさんな感じじゃなかった。おばさん限界師範みたいになってますけどもう一回ちょっと見てな。なんだこれ。え、でもなんかここにナース的なこう、なんか、はい、正解は、正解がね出ないからね、失敗したなと思ってたところだったんですよ。あー、最低だわ。あ、紅茶にまつわるお題の方がいいです、うん、あ、確かに紅茶にまつわるお題にしようじゃ。紅茶、例えば紅茶の上に乗ってる、うん、また書くの、マリー・アントワネットみたいな。あの女性の方、あああったね、うん、それを書くの、それを書いてください。なんか、あの20秒です。20秒しかないの。20秒で、はい、今書いてるのは午後の紅茶の真ん中にいるマリー・アントワネットみたいな女の人、あと残り10秒9 8 7 6 5 4。これで午後の紅茶の真ん中にいるマリー・アントワネット一人で見た、ドン。ひどい。ああ頑張って書いた。20秒しかないよ。正解はこちら。ちょっと合ってるじゃん。ちょっと合ってるじゃん。もうちょっとこう帽子がこうなってるね。残念な。もうちょっとこうだったね。ちょっと合ってる。あ、こういう感じじゃない、帽子がこうね。せっかくなんで、ヒロアカのキャラ書いてください。ああ、そうね。ヒロアカのキャラって難しいね。じゃあ、うん、ヒロアカの、うん、じゃあ、うん、トコヤミ、トコヤ、あいつカラスみたいな顔してたよね、うん、そして、今チャーミンが描いたのがトコヤミくん、なんでか、トコヤミくん描いた、今やり描いたトコヤミくん、トコヤミくん、ピタゴラスイッチに出てる人ですよね。ピタゴラスイッチにこんなのいたっけ。トコヤミくんって書けないね。でもなんかちょっと近くない、ほら近くない、うん、あとは次も行くの、あ、じゃあここにここに書いてください。はい、オールマイト、私が来た、ここオールマイトなんて書いたことないよ。オールマイトまで30秒。え、30秒しかないの。30秒でオールマイトを書いていただく今コーナーでございます。え、あの元気な方ね。ああ、もうすでに間違えたじゃん、じゃん。あと残り20秒、私は優雅にここでティータイムをしているのでね、やつよ、ラブラブ。なんてことさせるの、ジェントル、ジェントル風でびしょびしょに。なんかあのドラゴンボールみたいになってきちゃった、どうしよう、どうしよう、3、どうしよう、2、1、はい、どうぞ。あの目に毛虫がいっぱいたかってますけど、なんか暗くなってるイメージしかない。目に毛虫がたかるタイプのオールマイト。だってあの人顔いつも暗いんですもん、この辺もこうやって影になって。ちょっとやめてください、もう触らないでください。ひどいわ。あー、目が、目がそれ虫かな。え、ジェントルもなんか書いてって。ジェントルもなんか書きなさい。じゃあお題をください。ミネタで。ミネタ、あのもぎ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 の子、もぎもぎのね、もぎもぎの子、いくよ、よーいスタート。ちゃんちゃかちゃかちゃんちゃんちゃかちゃかちゃんちゃんちゃか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 ちゃん、チャラチャラチャッチャッチャラチャラチャッチャッチャラ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 。1分あげるからね。ちゃんちゃんちゃかちゃかちゃんちゃんちゃかちゃんちゃんちゃか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 
キあれこれミッキーじゃない、ミッキーのかな眉毛やったかないやミッキーだろ、ミネちゃんミッキーだろなんで、ま、なんで M 字にしたのあれそんなんじゃなかったちょっと本物をね、あ、ヒロアカ原作最終回ですよねって。そうなんです、無事に最終回が終わりましておめでとうございます。先生お疲れ様でした。本当に実際のミネタはどんなんだったんだ。もぎもぎのミネタ乗ってない、かわいいよミネタ。ミネタはかわいいよ、うん、なんかジェントルがすごい活躍するらしいんですよ、うん、ね、見てないの、うん、私もコミック勢なもんでね、うん、まだ知らないんですよ。私アニメ勢なもんで。なるほど、アニメも今シーズン7ぐらいまではやってんのかな、かな、まだ全然追いつかないんだけど、うん、私もティーブレイクしながら見ているよ一人ティーブレイクおじさん、あ、欲しい大丈夫するよ大丈夫、熱いのやだ、熱ってなるからいい、大丈夫大丈夫よジェントル、いや熱い飛ぶ顔面にひどい。さあこれで美味しく紅茶をいただいて偉大なる剣につながるよきっと。ブエッフェブエッフェ言ってんじゃんほらさっきあのディズニーのウィッシュ見てたから、うん、関係ないわ、ヤギの声が、うん、関係ない、あれ山で僕はスターって言ってたからね言ってたけど言ってたけど、そうそう、美味しいパンも焼けるしね、それジャムおじさんなしかも新しい方のジャムおじさん、新しい方のジャムおじさん、前のジャムおじさんは、ね、うん、美味しいパンを焼くよっていう、うん、あれは増岡宏さんの声が、それが変わりまして、うん、美味しいパンを焼くよっていうね、ちょっとこうワイルドな感じになったジャムおじさんなんですよジャムおじさんはジャムおじさんなのよジェントルクリミナルなのよ今日ね、そう今日はねジェントルクリミナルなんでね、カバオ紅茶が大好きで僕は紅茶だったら何でも飲んじゃうんだ。それカバオくんなんだよね毎回思うけどさ、カバオくんちょいちょい挟んだ、チーズな、チーズな、それはアンパンマンから一回帰ってきたの毎回毎回そう、はあ、紅茶好きっつってね、そしてな結局山寺さんの声がいろんなものにこう渡ってるからね、うん、そうね、山ちゃんの、ね、カジさんはできん、山ちゃんできるなら、あのエヴァンゲリオン見たことないんですよ、みんな、あのカジ、あれでしょ、うわーってなるやつ、口が怖い、それそれエヴァンゲリオンの初号機の話でしょ、後ろ向いてこうガシャガシャみたいな、エヴァンゲリオンの単体の話、それエヴァンゲリオンそのものなんよ、わかったわかった、それ玄道さんね、あ、違う、うん、違う、カジさんってあれ、カジさん、あの YouTube やってる、うん、カジサックじゃないよ早い、ツッコミが早いあの非国民だなカジさんを知らないなんて、あの西野の相方だからカジサック、結果出します、結果出します、カジサックなんよ、だからそれはさ違う、ちゃうのカジさん、そう、カジ領事だよ、美里さんの恋人、どんなセリフがあるの、例えば、美味しいパン焼くのかいそんなセリフじゃない、パンは焼かない、パンは焼かない、スイカ育てる、美味しいスイカを育てるよ、言わない夏のか、飲むかのか、違う、なんかパンは焼かないし、パンは焼かないし、スイカ育てるけど別に決してことではない、ご飯かどうか知らないけどあのエヴァはなんかちょっと立証していただいて、あのロボットに乗る人、ね、人乗らないで何やってる人、乗らないで人類保管計画かなんかの方でちょっと裏で工作をして、うん、ちょっと邪魔になって殺されちゃった人、あ、死んじゃう、死んじゃう、ほうあの1ミリも魅力が伝わらなかっためちゃめちゃええ声で、シンジ君のことをよく分かってくれて、あの、カツラギをよろしくなっていうイケメンボイスで言ってくれるっていういい男なの、カツラギをよろしくな、いや、邪魔やね、やめてくれる、マジでマジでやめてくれる、台無しなんだけどカツラギをカツラギって誰、怒られ誰、マジで誰かな、マジで怒られた方がいいよ、一回怒られた方がいいよ、一回しっかりめにあのファンからどつかれた方がいい、カツオよろしくなっていう、それなんかちょっとなんでなんかあの猪之助みたいなの入っちゃったの、あ、今の猪之助だったらジーニーのつもりだったんだけど、あ、猪之助かと思っちゃったカツラギ、カ、カ、うんうん、あ、カン、カ、
ダンカンって言おうとしたよ。ダンカン、ダン。この野郎じゃねえんだよ。それは違う。それたけしじゃん。なんだぜ。なんだぜ。それはスギちゃんなんだ。ははなんだぜ。黙ろう。ワイル言わないタイプの。一回黙ろうか。一回黙ろうか。ね、もう全員いなくなった。今の下りで。下りで全員いなくなるという。まあいいんじゃない、面白かったからいいよ。想像でカジさんの絵を描いて。あ、想像でカジさんの絵。そうね、そうね、想像でカジさん描いて。カジさんはとにかくイケメンで脂肪痔、ちょっと武将髭生えててロン毛。ロン毛？そう。で一本に結んでんの。カジさん。そう。カジさん。カジさんを知らないからな。じゃあ行ってみましょうよ。よーいスタート。カジさんをイメージだけで描いてる。例えばイケメンに描いてくれたら、あの多分なんかみんな伝わる。オールマイト消しますよ。オールマイト消してください。あの私のオールマイト消してください。時間あげますんで、全然ゆっくり描いていただいていいんで。あのカジさんのヒントは、うん、背が高くて、イブオジ、武将ひげ、ロン毛、一本に結んでる、ネクタイしてて、ワイシャツかな。カジさん、カジ良二の特徴。なんか他にもあったらぜひ。え、もうできたの？一番どうもできたの？いやいやいっつって。え、それカジザックじゃん。待って、待って。いやいや。あ、待って。はいはい。あいしの全情報を無視して、なぜカジザック書いたの？ロン毛とちょびひげ。ロン毛じゃねえかよこれ。ターバンじゃんかよ。見えるみんな。ほら。ひどい。いや、ひどいわこれ。何いやいやいやだよ。ねえ、一回ファンに殺されたほうがいい。ぶん殴られたほうがいいよ。カジサックじゃん。カジさんじゃないんだって。だからカジサックだって。これは武将ヒゲってここだけ。俺、アゴヒゲって言うんだよこれ。武将ヒゲって武将ヒゲって全体的に。それ鼻の下伸びてんじゃないのこれ。書きづらくてね、もう今背骨が悲鳴を上げているからね。あ、ねえねえ、はいはい、今ね、ヒロアカのここ好き、素敵、ここ好きなポイントあったら教えてほしいです。USJ のコラボで興味を持ちましたが、原作をまだ見てないのでっていうことで。なるほど。こう。あの、僕たちのヒロアカデミアの魅力はね、うん、何が魅力かね、やはりこう、少年の頃に、強くありたいとか。うんうん、ヒーローになりたいなんていうのがね、うん、やっぱりなりたいだった。あー、まあね。で、最初の1話から10話ぐらいは、うん、頑張れって感じです。でも見どころ、好きポイントだから、うん、あの自分なのがどこ好きかで。なるほど。私はあのやっぱり胸熱になるところ。ああ、おっかい暑いねっていうのがやっぱり結構あるんで。なるほどね。うん、なるほどね。それは要所要所にあるってこと？要所要所にもうちょいちょい入ってくる。あ、キャラクターがたくさん出てくるって。ああ、確かに。魅力ポイントの一つにはどんな個性を持ったキャラクターがたくさん出てくるから、うん、なんか自分に個性とかあるかもしれない。ああ、なるほど。もしチャーミンだとしたら、うん、どんな能力が欲しい？能力が欲しい。個性、能力のことを個性って言うんだよね、ヒロアカでは。あ、そうだね、うん、そうね。え、でもなんか自分、あ、それは自分が欲しいもの、それとも自分だったらこういう個性になるかなってこと。自分だったらこういう個性が発現するかなという。ヒーロー的な感じではないかな、私の場合多分。ヴィラン。いや、うん、そうじゃなくて、うん、なんかその何かをこう役に立ててなんかしようとかで、なんか世界を救おうとかっていうんじゃなくて、うん、コンビニで買い物してるのクーポン券が当たるよとかいう。そんなんじゃないけど、でもなんだろう、あの私だったらなんかその何かをきれいにできる能力とか、なんか、あ、トイレのなんで掃除に行くの、便座の縁だけをきれいにする。そんな能力いらないんだよ。そんな能力いらないんだよ。じゃあなんか砂場の縁をきれいにするよ。書いたものがそのまま出てくるとか。ああ、そういう、ワンピースに千住郎みたいな。ああ、スズメみたいなの書いてこう。ああ、あれね、分かった分かった分かった。あ、どこだ。そう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 。なんかどうしようもないスズメが出てる。エイヘタのやつ。
いや確かにそれとか、だから昔あのだっけあの FF に出てきたリルムちゃんみたいな、なんかあの子絵描いたら出てくるんだっけ、絵描きで絵を描いてモノマネみたいになって戦わせてくれるやつ、そしたら私がストラゴスをやれば、うん、ちょうどいいということ、ちょうど確かにコスプレやろうそれはちょうどいいやろう、リルムとストラゴスで、うん、でここにまた絵描いて、うん、同じやないのまあでも可愛いよね、個性だったら面白い、うん、とかそういうのが出そうだなとは思う。なるほど。あとね胸ポイントはね、私ねやっぱ結局ね、結局なんだい、結局、うん、お茶入れるやん胸圧ポイントだったのに胸圧ポイント、胸圧ポイントはね、私ねやっぱねジェンダー好きないんですよ、うんうん、だからね、ジェンダーは好きで、なんかラブラバーがなんかすっごい落ち込んでもうこのようにさよならしようかなみたいな時に、うん、空気する瞬間のジェントルを見て、あーなるほどね、でなんかもういても立ってもいられなくなって押しかけちゃうとこはちょっと怖いけど、でもなんかその、うん、なんだろう、あの子ハッキングでストーカーだから、ストーカーでちょっとやばい子だからあれなんだけど、でもそのなんだろうな、そのなんだろう、ひたむきな感じはちょっと胸熱だなって思って、だからジェントルがやられちゃった時とかにすごい泣いたりとか、うん、私のジェントルになってるシーンとかはなんか、うん、うってくるし、でそれにジェントルがなんかちょっと答えてるようで答えてないみたいなとこもあるところのセリフとかを聞いて、うん、なんかって一人で毎回見て泣いちゃうらしい。なるほど。あと鼻にヒゲが入っちゃってね、痒くでしょうか鼻の中にこう入っちゃってるみたいでね、鼻くそ取ってるねUSJ のコラボがね、8月14で終わってしまうんですよ。行きたかったね、この格好で。でも死んじゃうかな、夏。うん、だからさ、なんかジェンラバの暑くない格好を考案したいです。夏にできる。あの、私服とかね。私服とか。でもね、あの、ラブラブさんは私服だとね、半袖なんですよ。何？もうそれを作ろう。もう、あの、ほら。ラブラバさん、これだとね、半袖着てるんですよ。かわいい。え、これ着よう、これに着よう、これで配信してもいいかもしれない。これかわいいね。私もね、この襟があまりにこんなすごすぎて、うん、あの、さっきピンマイク取りに行った、自分の部屋のフィギュアとかがチャチャってなっちゃったからあ、じゃあ、あの、割と1回で全部ダメにする部屋の掃除しなくていけなくなっちゃうやつ、やっこの格好で狭いとこ行きたくないってなったんで、私もこの格好でね、うんうんうん、この普通のベストの格好でやらせていただけたというね、あのイベントに参加するじゃない、ゴミ拾いのコスプレ、ゴミ、私ジャージ着るよ、ジャージ、あのジェントルジャージ着るわ、ジェントルの推し活ジャージ作るから、これジェントル命って書くからさ、頭は、頭は頑張ってこれつけるよ、あのもうちょっとボリューム出るかもしれないけど、私これでいくよ、汚れちゃうよとだってゴミ拾いするんでしょ、それは私がゴミということかな、いやそういう意味じゃない汚れちゃう、いやジョボ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 、しかも私の顔に当たるよそこの位置は飛んでくんのよ紅茶がさラブラバって書いてね、でこう書いてダッサダッサいなってこうやってで、ここの辺にこうこの辺にピンこうハートとこうやってつけておいてダッサジェントル命って書いて、これを書いて、あの修羅のラに、うん、武力のブに、なんで、でラバーみたいな、なんで暴走族に、踊り場の場、なん、場、やだやだよ、踊り場、なんで踊り場なのダッサって言わないで、こんな服、こんな服で、あのコスプレするって言うんですけど、可愛いじゃん、こんなの、藤子不良だって着ないよ、こんなの、じゃあ、続きを読むんで、あの配信よろしくお願いします、なんで続き呼ぶの、楽やってください、エンデバーだ、顔こわ、貫禄というか圧がね、遠慮なくていいって言ってるところをね、今ちょうど言って、いや私は今ね、あの新しいあの創作つくを書いてるの、オリジナルじゃラブラバ創作を書いているんだよ、クレヨンしんちゃんとヨシリンとミッチーみたい確かに確かに、ヨシリンこういう格好してる、ほらしてるねえ、バカにしてるでしょヨシリンとミッチーえ、ひどくない、でここにバッグ持つから、ジェントルのグッズ詰めた板バッグ持つから、あのうちは持つわ、正気ですかなんであのケンコバ風けど正気ですか、うるさいな、ケンコバ風に言うなよほらジェントル描いてあげるからさ、ここにジェントルの絵描いて写真作ってあげるから、それで推し活してあげるあの
遠くに離れます。なんで？すごい遠くに。なんでよ。半径50メートルは離れます。なんでよ。そんな。だ今度、うん、いつあれはその21日にお台場で、うん、ジェントルクリミナルとラブラバでゴミ拾いをします。うん、のでぜひミントプレで参加してみてください。じゃあ私はそれで行きます。本当に？はい、これジェントルって書いてラブラバって書いてあのピンクで行きます。ちいかわから下がってきてやーってやっつけますあ、さっきの私服だったらどう？さっきの私服、あ、ラブラバの私服だったらどう？さっきの私服はまだマシかな。なぜなら存在してるからそれにあの、うん、リュックはしょうがけどあの格好にして、うん、あの板バッグを持ったとかジェントル全部缶バッジジェントルみたいにしたらどう？あー、うん、それはねなんかあの推し活をする子だからこの子ラブラバがジェントルの美味しいね推し活一個も分かってくんないんですよこの人。私全く推し活が理解できないんですよ。押し出しなら知ってるんです。押し出しはあの相撲ないよ。寄り切りも知ってる。それも相撲ないよ。じゃあラブラバ自体はジェントルをこう世に出したくて、もうジェントルを押し出したいわけよ。それであのお手伝いをしてるわけさ。決まり手は押し出しっつってそういうんじゃないの。相撲から帰ってこいよ本当に。私は何やろうかな。先生合わせするってなったらやっぱりプレゼントマイクがいいのかな。あ、相沢先生もいいんじゃない。あ、あのレーザーヘッド。あ、なるほど。あと校長ね、ネズ校長。うん、あとムキムキ。うんじゃないよ、ネズミだから全然似合わないでしょ。うん、あとムキムキネズミって言おうとしたんだけどムキムーまで聞こえたのにじゃあムキムキの方のオールマイトやったらいいよ。あ、そっち、ムキムキネズミじゃなくて、うんうん、そうそうそう、木村すばるじゃなくて、サバルじゃなくて声優で言うな。おい、のび太の方じゃなくて、もうなんかジャイアンでもなんかジャイアンの声出ないんですよ。ジャイアンじゃなかった、今なんかちょっとジーニーっぽかった。おい、のび太ジーニーがのび太呼ぶとかなかなかないから。のび太誰え、誰え、のび太こわのび太のくせにえ、誰本当に誰のび太のくせにじゃないのよじゃない何それ。今後どんなキャラをやっていきたいかなっていう。あー、やっぱアニメかな。コスプレってさ、いろいろジャンルがあるじゃん。うん、だからアニメでもいいけど実写もある。実写もあるし、お笑い芸人のコスプレとか、うん、もちろんそれもだし、あとあの要は洋画とかさ、はあはあはあ、その映画とかの、あ、ゲームとか、ね、実写とかの、うんうんうん、ゲームとか、そういろいろあるからか、別に区切らなんかそう分け隔てなくやってもいいのかな。芸人さんのコスプレとしたら、でも芸人さんのコスプレは若干笑いにモノマネになりそうな感じ。ででで、クリティカルヒット、知らないみたいな。知らないんだそんなに知らないんだって。知らないのそれ。例えばさ、桜塚やっくんだとか西岡澄子だとかやるじゃん。確かに分かるとは思うんだけど、もうね、お笑い感がもうすごいのよ。モノマネ芸人っていう人がいるじゃん。モノマネの人たちでさ、モノマネとコスプレってどう違うんだい。コスプレは格好だけな気がする、うん、別に中身まで全部するっていうんじゃなくて、うん、見た目をやるのがコスプレだと思うね。じゃあこの私がリスナー諸君とか言ってたもうコスプレじゃないと、あのコスプレモノマネがね、コスプレモノマネって思ってはいと私は思ってる俗っぽい言葉コスプレ、それをだから、ね、モノマネまで全部できることがコスプレだよって言われちゃうとハードがすごい上がっちゃうじゃん。ははは、全員が全員モノマネができるわけじゃないから、うん、だからモノマネ芸人、うん、そういう人っていうのはちょっとなんかまた別で仕事としてあるじゃん。なるほど、求められてるものがだって気がする。だから一個ちょっとそのとズバ抜き飛び出てるというか、うん、っていうようなイメージはある。じゃあ私らはモノマネ YouTuber ということになるんですかな。じゃあどうしよう、すげー無茶振りするくじ武田哲也でだけちんげあ、ほらモノマネ YouTuber ですよ。お、子供たちは最近ずっとやるズートピアから南儀とヤックスの会話をお願いします。なるほど。え、この南儀とヤックスの会話ってどこだっけ。ゾウは何でも知ってるからな。一つも、え、ズートピア見たことないんですかただジュディのコスプレしてましたよねしてたけどそんなに覚えてないよ。ゾウは何でも覚えてる、憧れちゃうな、ゾウって記憶力がよく。南儀覚えてるかい、こういう車のナンバーを。何の記憶力もないあの象見習ってヤックスもなんかあのもうちょっとなんかあの王道なとこが
一応氷漬けだって。待って、私の命の恩人なの。なんなんと、カラスじゃん。じゃあそれ話変わったじゃん。言いたいでしょ、フルーフルーっていう女の子はこう、あれやりたい、素敵な髪型ね、あれそれやりたい、やんなさい、可愛いと思うんだよね俺。そしたらずったら何がいいかな、どうせなら脇役がいいやな。いや、あのパパやんなよ。この子の頭のこのパパいたじゃん、あミスタービッグ、そう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 、あの人もこんなの飲んでた。そう、なんかこうやってやってたじゃん、可愛いの、ちっちゃいの、こうやって、そう、それ言動な。それ以外言動な。知らないだろ、冬月さんや。いや言わないよ、冬月さんや、冬月さん言わないよ、食べたかい冬月さん、怒られろ。今日は何を食べたんだい冬月さん。そんな話絶対一個しないかんな。言動さんなんて言うの、すごい怖い、すごい怖い、こら、そんなこと言わない。こらとか言わない、バンゲリオン乗らないなら帰るって言うんじゃん、乗れ、こら、そんなこと言わない、信じ、乗れバカ野郎。なんかなんでさ、たけしなんだよ。バカ、なんかバカ野郎みたいな。あのエヴァンゲリアン、ゲリアン知らないんですよ、ゲリアンじゃね、なんだっけ、もうエヴァゲリアン、エヴァンゲリアン知らないのかよ。かまと湯婆婆のモノマネお願いします。なるほど、お客様とて許せる、なんでそっちやんだよ、お前湯婆婆じゃない、かまと、愛だよ、愛、愛だろ、愛、愛、チャミスルセヨ、チャミスルセヨじゃないよ。なんてやつ、フラッシュ、フラッシュ、ダッシュで行こうぜ。せっかくやってんのに顔面にて、マジで汚れろ。フラッシュ聞いて、あのゴムが3つあって妊婦さんなんだって。さあ次の配信は、はぁ、やらせなきゃよかった、はぁ、もっともっとこういう、あ、そう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 、それそれ、やらすなよ、それでちょっと配信そのままお願いします。あさ、一応さ、あの性別女なんだ。一応だ、一応ね、お笑い芸人なんだよ。だってコントやりたいって言うし、あと漫才みたいなそういうのやりたいって言うし、お笑い芸人になるの私。言うし、お笑い芸人になりたかったんでしたっけ、コスプレお笑い芸人ってこと。あ、でもそれもいいかもしれない。いいんだ、いいんだ。大喜利とかやっていく、いいこと言うね、大喜利はちょっとハードルが高いから、うんうん、小喜利ぐらい、小喜利、大喜利に小喜利、中喜利とかあんの、はい、だからちょっと面白かったら座布団もらえるっていう。あー、てか大喜利って何、うん、こうお題が出て、例えばこんなコンビニは嫌だって言われた時にそれを面白く答えを答えるっていうのが大喜利、ね、コスプレお笑い YouTuber って笑われてる。コスプレお笑い YouTuber 俗っぽ、デクの言葉を借りると俗っぽ。一本グランプリってあれ、お題、あ、大喜利でしょ、あれ大喜利なのか、そうだからあれのハードルを下げて下げて下げて、うん、0.1 本グランプリみたいなね、技ありぐらいで、あーなるほどね、こんな紅茶嫌だ、どんな紅茶みたいな、苦い、でも 0.1 本取れすごい、こう、これが小切りです。そんなんなの、もうちょっとなんか決めてくるかと思ったのに、何も考えないで言ったじゃん、それもなんか突っ込んじゃいけない、なんこんな化粧水は嫌だ、どんな化粧水、あ、正解です、そういうこと。なんか言うと思った。わかった、化粧水は嫌だ、中にハブが入ってる、それは、うん、あ、酒か。ハブが入ってると酒しか聞いたことないのよ。あのね、ここにあるんですよ、え、ほら、うわー、やだー、ちょっとあるところにちょっと、そうね、来まして、そうなの、もらってきました、もらってきちゃったの、これね、俺今出したじゃん、うん、出したことによって、うん、もう飲まなきゃいけない流れになったのかな、今飲んでって、飲んでってきちゃった、来ちゃった。いっちゃう、出して出して、だってこれ本当のハブ酒だから、これ大丈夫、出して赤番になる、昼明かりは見れないし、うわー、あー、ハブ入りって書いてある、こっちが尻尾、顔は、こっちが顔、ほら、わー、匂い臭くないのかな、
どうなんでしょうね。おマジなの。中のハムって食べれるの？わかんない。怖くて取れん。一番今あの人数がいます。一番10人いますよ。開けるよ。怖いよ。ジャムおじさん。怖い。ねえ、これどんな匂いするの？誰わかる？風でした。両手で持ってかぶりついてって書いてあるよ。怖い。いやポンだって。くさ。あ、すっごい強い。これ。ほんむせ。40度よ。やめて、こいつはそれはやめてほしい。それはやめてほしい。本当にやめてほしい。それは。その位置から、それは本当にやめてほしい。ジェントルクリミナルだからね。泡盛だから。いや、やめよう、それは。ちょっとそれは危ない。なんか浮いてる。浮いてるね。なんか浮いてる。浮いるね、これ。なんか浮いてるよ。ゴミじゃないの、それは。鱗？蛇のかけらだよ。ほら、蛇が使っていた汁だよ。もうなんか入ってるもん。臭い。臭い。なあ、もう見えるんだもん、こっから。顔が見え。みんな見えるようにこうしてね。これを飲んでますよという。これもこっちからじゃ見えないからハブ酒って分かった方がいいんじゃない？あ、なるほどね。ハブ酒は。あ、すごいよ。あ、私が？私が？むしろ私が？ま、ハブ酒ぐらい飲めなくてね。何が？YouTuber だとね。お茶飲んでないでさ。じゃあハブ酒。飲んでみた。飲んでみた。いただきますよ。飲まないの？まず飲みますよ。怖い。え、これなんかヘビみたいな顔になってるとかないよね。そんなジャファーでもなんないよ。ボアハンコックみたいなことなんないよ、ね、なんないよ。おっぱいとか出ないから大丈夫だよ。バヨーンってなんないから大丈夫だよ。ああ。強い。喉が焼けちゃう。そんなにそんなに焼けちゃった。いいよ。泣いちゃって。え、そんなに。これ私飲めない。これ私飲めない。ブルブルブルじゃないの。ブルブルブルじゃないのよ。みたいになっちゃう。相葉まなみくんもググッとこの日々がこの日々怖いよ。これたっぷり使ったお酒をね。まあまあまあググッと、もうパワハラだよ。おいしいハブ酒をググッと言ってみな。飲むの私死んじゃうよ。蛇のかけらがいっぱい。かけらがいっぱい。蛇のかけらって何？だって消毒液みたいな匂いするもん。蛇の味するのってレポートしてみて。あ。ぶっ壊れちゃった。ぶっ壊れちゃった。なにこれ。ちょっと、あ、でも、あ、なんか蛇の香りする。あ、あ、あ、おもうおじいちゃんはダメだよ。なんかピリピリする。ヨーホーヨーホーヨーホー。海賊が飲むやつ。あ、海賊が全然話聞かなくなっちゃった。全然話聞かなくなっちゃうじゃん。めっちゃ辛つくなるね、これ。え、なんだって。お気に入り。お気に入りの酒を飲んで。まだ入ってる。大丈夫大丈夫。まだいっぱい入ってる。お気に入りの蛇を食べて。蛇食べる。ちょっと箸でこう出してみる。出さない。わあ、すごい。なんだろう。あ、うん、蛇の匂いする。蛇の匂いしない？するするよね。あの蛇の匂いを、あの蛇の匂いだわって嗅いだことはないけど、でもなんか、でも蛇だと分かる。分かる匂いする。なんだろうな。普
二人を見ながらだと酒が進みますね。これで、これで、これ原材料は、うん、泡盛、ハブ、ハーブ、終わり、ハブとハーブが入ってるんですよ。うん、ヘビヘビとかもそうだけどさ、うん、なんかそういうの食べたらとかなんかあるから、じゃあ食べたらちょっとなるかもしれない。いや大丈夫、私も食べなくて、サイバーしよう。いやいらない、いらない、いらない。なんで全部全体的に私に食わそうとするの。いろんなもんをよ。いや、ぜひチャーミンにじゃない。だからぜひチャーミンだろ。こら、チャーミンにこの。やっと。泣いちゃう。やだ。口、顔がいる。顔がいるよ。あ、そっちに向けてちょうだいよ。ちょっと待って。やだ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 。頭からちょっと、ああ、ちょっと。泣いちゃった、泣いちゃったから、これは食べない方がいいかな。だって出たし、これ泣いちゃった。顔出ちゃった。顔はちょっとやだ。もう我慢でもし、ほら。チャーリー、チャーリー、チャーリー、チャーリー。顔はちょっと。ちょっと。ペロッとするぐらい、ペロッとしたらもうこれ食べれないし、飲めよ、これやだ、やだ、ちょっと、虫だ、ちょっと出すのが下手くそ。せっかくトグロまで口が開いてる。口が開いてるから出づらいんですよ、これ。してじゃないのよ。しな？キスしてじゃないのよ。キスしてわうわ。あんないほら。ララララ。やれんの？確かやの男の子キスしてわうわ。ララララララ文字文字してた。女の子は逃げてしまうよ。あ。逃げてしまうよ。ところでやってね。あ。しゃララララララ。この気持ちを歌に乗せて、はい、チューして。はい、検査、あ、チューして、まあ、出てきてないから。シャララララララ、恥ずかしがり屋の男の子キスして、ワウワウ、ぐるぐる回っちゃう。ぐるぐる回っちゃう。気持ち悪い。気持ち悪い。あ、もう喉がこうなって出てないみたいだから、ほらほら、そっとしてあげて。おーおーおー、ほら出た、出た、出た、そんなぎゅうぎゅうなんで折りたたまって出てこれません。V の字になっちゃった。ほら、このお腹のところ。このお腹に、じゃあここにキスする。あ、無理だな。ほら、キスして、わうわ、やだ、罰ゲーム。あ、でもここなら大丈夫かもしれない。ここなら、顔は無理。これ誰が
見たいの。これ急にうるってこっち向きました。ちょっと出れないんですよもうそれ。あ、ね、出すぎ出すぎ出すぎですよ。あ、ほらゆるって出ちゃったらどうすんの。出さないでよ、喉に刺さないで。ほら見たい、ほらほら犬さん、ほら顔が出たよ、ほら犬さんこうやってチューしてあげて、ほらほらほっぺに、お静かにこんにちは。お顔がこんにちは、お顔がほら昔やりあの子とこの子怖いって持たせてはいけないよって。ほら持たせてはいけないよ。うわっ事故。どうやってしまおう。ティッシュ、ティッシュ。これどうやってしまおう。恥ずかしがりや。はい、次の方、次の方、次の方。ここならいけるかも、ここならいけるかも。聞いて、ブニってした、柔らかい、柔らかい。ここならいいかもしれない、ここなら、うん、あの鼻にそれは嫌です。鼻にここなら頑張れる、鼻です、鼻はちょっと、はい、いやじゃ鼻は無理、本当に無理、鼻は無理。出ちゃった。さっきそんな風にしなかったじゃん、私もね、そんな風にしなかったじゃん。しまっていいよ、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 いやー顔がこっち向いてった。でーでー、ほら画面から、はい、こんにちは。泣いちゃった。ここです、鼻は、鼻はここ。だってこっち食いそうな顔してるもん。私のこと食おうとしてるもん。ラララララ、恥ずかしがり。なんかブンってやったりしない？しないよ。本当に？おっと、やめて。柔らかそうだもん、ここ。やめて、ちょっと振らないで、振らないで。いや、手が震えちゃうわ。なんち顔。もっと可愛く、女子でしょ。ほら。しんどい。なんで、この、なんで、ヘビとケツを。もうちょっと人を見せるときにやりたかった。何の回これ、ね、シャッてくるかもしれない、シャッてくる、これこっから行かない。なんだろう、芸人より体張ってるぜ。多分あのうん多分。あ、すごい。これ YouTube 配信してなかったら絶対こんな経験ないからね。あ、そうだね、めっちゃ笑ったって、笑ってくれてよかった。いや笑ったことに感謝です。乾杯。かぶってはいない。もうこっちに一回注意したらこれがそんなにもう怖くなくなった。うん、鱗がなんだって感じ。なんかまあ浮いてんだけどさ。ただ痛いよ。うん、そうね、いい筋で、うん、でも強いんだなって気はするこれ。あの、ほら顔面見逃した方、今やりました。やんないやんないよ、ね、あの山場は終わったんです。やんないよ。あのリクエストがいっぱい来たら考えるよ。あの、あの犬丸さんが20人ぐらいの人が、あのまたハブにキスしてっていう、やるから。あの犬丸さんがやってくれる、きっとチャーミンがね、犬丸さんがやってくれる、チャーミンがやるんで、ね、あと25分の間に20人、犬丸さんハブとキスしてっていうコメントがなかった。20回やればいいってことね。違う20回やればいいって。延べじゃないんですよ。20回やったらいいってよ。ほらみんな20回、延べ20人じゃないんですよ。いや20回って書く。ほら、はい、12台のスマホがあります、ね。
いやー、いけますね。じゃあみんなそれで書きましょう。はい。え、トゥピトゥピダダンデトバリバリダンデトゥ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 バリバリもうなんかヒゲが臭いのよ。ヘビ臭い。え、トゥリトゥリダンデ。今ほらカウントが1入りました。エンさんとハブとベロチューしてって書いてある。ほらカウント1。来ませんように。来ませんよ。20回だから1人が書いてもいいんだよ。1人20回書いてもいい。うん、だって20書いたもん。20回って書いたもん。これがやります。腹が痒いし、ヘビ臭いし。トゥーディダディダンランドパリパリドゥルドゥ。そうだよ。トゥーディダディダンダンレッツゴーパリパリドゥルドゥ。私がね、いつも頑張ってるのがわかるだろう。ヘビ舐めないでしょ。ヘビは舐めないけどな。ヘビ舐めるってなんだよ。ふぬちゃん、バババババブジュアブジュ。俺も今ので3回くらい言ってるから、これで今3人。3人ゲット。ハブハハブハブチューじゃない、ハブチューハブチュー。今ので3カウント入れました。ほら3回入れましたよ。あと17回。あのね、ヒゲが取れちゃう。へー、ヒヒヒゲ、ヒヒヒゲ取れちゃう。知らん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 。そんな知らん知らん。ほらみんな書いてね。書いたらハブさん、ハブとベロチューしてくれるよ。あのやんな。21時40分は早い、うん、やっぱ次から配信はまだ21時40分なの。今気づいた。まだ健全な時間に何やってんの、ね、何してんのうちら。バカなのかな。ヘビに中じゃないの。本当、え、これテンションがおかしいよ。私もう11時ぐらいの感覚でしたから今。あら、うん、だからやるなら髭がハブの匂い。本当に本当に今ね、ここがヘビ匂いがすごい。ここいや、なんで私のに増やしたの。なんで私の増え、自動的に増えたんだけど、なんでかな。おかしいな。なんでかな。なんか臭い。臭いな。これ臭いな。顔。顔。何のコスプレかもわかんないね。これがあって。これを書いてほしいから、私のこれよりもこっちを優先。みんな書こうよ。20回書いたらいいっていうのにみんな書いてくれないわ。悲しいわ。いやほらね、そんなのよりもね、うん、このカレーのおしゃべりが見たいんですよ。そうか、ヘビにチューとか言って書いてるし。早くくて、はい、4つ目。一人がなんかもね、裏切り者がいるんですよ。ハブ途中ほら書いてる。5つ目。5つ目エトゥービタデタ。あと15回アテタダリドゥドゥン。コピペしてんべこれ。バリバリブブ。達成しなかった場合、え、達成しなかった場合はちゃうの。あ、そうだね。あの45分までね。え、45分までに達成しなかったらチャーミンがを舐めるっていうね。急になんで2分でそんな話作ったの今。だってそんなのどこにも書いてない。だいたい制限時間っていうのは45分って決まってるんですよ。だそこにどこにも書いてない、そんなこと。ハブの顔を舐めて泣いちゃう。犬じゃないんだから。顔舐めるって大体犬とかがやるやつだよ。どんなパワーコメントなの。どういうことなの。なんかあれ、一人なんか残酷な人が残酷なコメントどうぞじゃないんだよ。悲しみがそして始まっちゃう。なんか残酷な時間が、あ、45分になってしまいました。残念。というわけでチャーミンがハブ顔を舐める。なんでそんなこと、急に2分でなんでそのハードル上げたの。しないよ。何言ってんの、ね、さん残念ながらさ、権利はチャーミンに移りました。やだ、なんで私はいいんだよ。あー、顔が映ってないしかも、それやだ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 。もう、あー、気持ち悪い。高まる愛の花無理。やめよ、出やすい、やめよ。どうもこんにちは。あのね、動物愛いから怒られるよ。本当にやだ、こっち向けないで。やだやだ、なんで、あれ固まっちゃった。
フリーズしたってことで終わんないかなと思って画面フリーズしちゃったから定期かなってならないかなと思ってならないかな。じゃんけんだってほらじゃんけんしよう。じゃんけんでやろう。ヘビと。あ噛まれちゃったよ。食べられちゃったよ。あぶあ。これでついたことになるからこれで。これでいくね。これでいくって。これサムネイルより。揺らさないで。風で。風関係ない。あーこっち向いた。あーやだ。じゃんけんにしない？じゃんけんで、じゃんけんで勝った方がとかにしない？勝った方がするとかで。勝ってもルールでしまった。なってない勝手にルール。さあ勝手に決めてさ。こっち向けないでほしい。ハハ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 ハマジでやめて、マジでやめて。ヘヘ言うな、耳を引いてやめてもらっていい、ちょっと。なんでそんなの犬でも言わないよ、そんなの。悪くてよく分かんなかったねじゃないなんだこれ罰ゲーム足が何を悪いことしたっていうのほら確かに荒くなったひどいひどいひどいなんでじゃあ今度はなんかほら画質悪かったっていうからさ私の代わりに今度犬さんがやった方がいいほらもう手袋で触っちゃったもんなんで当たって拭いたのちょっと待って、なんで当たって拭いたんだよ最悪だな、お前ふざけんな最悪だな、おいこっち向けんな、なんで私の方に持ってくんだよしれっとどこにここにベロチューだここにあれ、毒があるんじゃないのかないや、もう出てるから大丈夫だベロチューだってひどいなっつう絵柄なのか絵面がひどい子供みたいな泣くぞこんな風に出てきて仕事でこんなの出てきた急に回ってきたら全然知らん子供たちを恐怖で泣くよ18禁映像なんですよ全然絶対の絵面だよマジでマジでひどいあのビルチューやめようあの絵面がひどすぎるひどい絵面がひどいあの怖い中ぐらいの止めた方が今ベロはダメベロはちょっとあの NG だあの赤番されちゃうから赤番されちゃう NG だった鼻に刺さっちゃうよヘビを加えながらのエンディングで加えろってムニューって来たでしょ気のせいじゃなかった
あれそこじゃない、見てた見てた、今みんな聞いちゃった、なんでそっちが自分がやることになるよ、やばいんだね足、まあ、私が持ってるからさ、ほら言うじゃんよ、出すな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 、これは多分ね、あのね、これは11人やるもんだったと思う、私これは今度またやろう、忘れた頃ぐらいにうん、そうしよう、というわけで帰りな、あんたあんた今日は帰りな、今日は帰りな、お疲れ様ヘビ、お疲れ様ヘビ、今日は帰りな、あら、いい夢見ろ、名残惜しんでんじゃない、ほら、よしよしよし、初コスプレ生配信でしたけどどうでした？いつもと変わんなくないですこれあの家か家じゃないかの差ない、まあでもお店でこんなことはできないから、バカなんじゃない、怒られちゃうこれやりたかったのこれってこれあのこんなことのために YouTube を始めたんじゃないそう思うんだよねって私は思うんだよ、でなんでいつもこうなっちゃうのかな私なんかもうちょっと違うことやるつもりで今日いて、こうあのラブラバーとジェントルでなんかこうね、新しい方の話とかさ、する気満々だったのに、何ハブしのんでんの、いろんなものを紅茶でお酒で割ってみて優雅に楽しむ会だって俺は聞いてきたんですけどあの誰出したの私じゃないからね、聞けどもう後輩1時間ずっとヘビだったあの将来芸人ないよ次回は昆虫誌です、お楽しみに、やめない、無理無理無理本当に無理、それはそういうの、ね、それは本当に無理、絶対に無理あのコメント欄にチャーミンに昆虫食べてほしいなと思った人はどし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 じゃない、あのアーカイブのコメント欄にあの本当にやめて30件ついたらチャーミンが虫を頑張るという、食べるまでは言わない頑張る、そんなわけであの第1回コスプレ生配信、なぜかハブの回でしたけど、いただけましたでしょうか、そんなわけでハブキモいなと思ったらは高評価チャンネル登録お願いします、せーからすこバイバーイ、また次回違うコスプレで会いましょう、うるせえ